ゆっくりがお送りするガンオン実況動画。今回は、アプデ前のラスト実況ということで深夜のガバガバマッチングなシャングリラをジオンで渋々やっていきます。いやでもやれ。もう人がいないのでいかんから、順調のカオス戦場が日常マリサもいますよ。そんなことより弱体されし運命のチビッガイ4機編成で今のうちに放火ま楽しんどこうぜ。でかっガイが1機紛れ込んでる模様。金図もう1枚あるっちゃあるけど、クソ雑魚なめくじな体育座りするだけのお飾りの方も出してあげないとかわいそうでしょ。バーターで出してあげないと圧外たそかわいそうでしょ。こんな機会にでも出してあげないともう出番ねえよ。完全に飽きられ始めてんだよ。戦場にアイドルとか遊びでやってるんじゃないんだよ。出てこなければやられなかったのに。圧外たそごめんね。これからも半年に1回くらいのペースで乗るかもしんないから安心してね。乗るとは言ってない。運営はよどあんの島田さんと夏終わってしまうのですよ。水中マップならむしろでかっかいのが出番あるかんね。スカチビッガイを水中でほぼほぼ見ないですから。もっと開幕メタス索敵する強者派遣。攻撃されても微動だにしない堂々たる風格。あんな開幕索敵の使い方もあるんやな。下戦場で金図メタス見るのがかなり珍しいですから。トリマ開幕中央をしについてきたもののサンボル圧外での突火力は期待できないのも事実。ここは防衛に勝利 W ばらまいて味方の突援後に徹するのがいいんじゃないすかね。おっと開幕芋とはいけませんな。攻撃マドロックを燃やすも安定のオバヒで逆に狩られる運命。くっそう絆キルもダメだったか。本4連勝利で燃やして味方の火力に頼るのがこいつの正しい乗り方じゃない。火力ある武器が格闘くらいしかないんで必然勝利 W ばらまいて逃げつつ4連バズやマシで削るのが基本すかね。ネットガンほどの高速力はないものの、スリップダメージでじわじわ燃やされるのもあるんで連邦で相手するとかなりストレス溜まるよな。ただ使う側は犯罪的に楽しい。しかし使ってる側としてもこれやりすぎじゃねえと感じる部分もあるんで弱体かもしゃあなしかとは思う。かこれ普通の単発バズでも焼夷弾とかあれば十分強そうじゃない。4連だと範囲広すぎて適当に撃っても燃えるけど、単発ならリロード長めにすれば程よい妨害武器になる可能性も。今後の期待で焼夷バズも普通に出てきそうな予感。と言ってる間に後ろからえぐいほど爆風食らって消し済みになりました。うざっけなよ。冬アーマーとかぶっ壊れすぎんだろ。修正役しろよ。と修正されるぶっ壊れに乗ったジオン兵が申しております。バッケロー慌てんじゃねえよ。パツキンヤンデレアホゲイモートキャラ慌てんじゃねえよ。金髪んとこしかあってねえんすけど。わしらにはまだ南国種化のお食事券10万円分が残ってんだろ。最初っからねえよそんなもん。ということで3期目のサンボル圧外はピザ職人バージョンで登場だ。一応3期とも勝利とマシは持ってるものの3つ目の武装は個性出すよう分けてますんで。一般的には4連バズ持つ人が多いみたいっすけど、地雷 W もなかなかに面白いですぞ。燃やした相手への追撃はもちろん、隠れながらこういう前線にばらまくのもなかなかに楽しいね。はい、1名様ピザーラお届け成功。特にこの1回りはピザ配達の激戦区だから配達がはかどるな。もちろん本職の焼夷弾ばらまきも忘れずに。はい、2枚目もお届け成功やで。やっぱピザは W 型に限る。地雷は爆風範囲イコール感知範囲なんで W 型が踏まれやすいかんね。威力は低めながら MS 戦だと踏まれないと意味ないですから。とはい、N や F も利点はあるんで最終的には好みかな。3機目は火傷キルでいただきやで。とにかく敵のいそうなとこに焼夷 W をぶっ破するだけでお手軽に絆キル取れるというやば。炎上した敵は味方も倒しやすいんで通常の爆風機体よりも絆キルは
は多いんじゃないすかね。その後はフリーアーマーを燃やしに行くも圧倒的爆風で返り討ち。やっぱこのマップだとフルアーマー多いよね。中央は爆風の投げ合いが延々続くマップですから。つうことで開幕5分でちびっ街3期クール入りする雑プレイングのため、いよいよ本命のデカッ街で大暴れしちゃうぞ。無理に決まってんだろ。普通に火がつきから何もできないまま終了です。つうことで圧壊4期ラーメン入りしたんで、ここはガンオンサイ強気隊の初期ジムを露覚しておいたんで、南でコンテナ運搬のバイトタイム。サンボル機も圧壊伝統の運搬不可なんで、露覚のルトキくらいはコンテナ運んで貢献しないとね。夢あんだからコンテナくらいつかめんだろ。紙でさえ運べんだぞ。マジかよ、ズゴック最低だな。そんなことよりアップ外まだですか？ W ゼータ時代もう終わってしまうんやで。この運営でもアップ外はさすがに無理やろ。前振りわけわかんねえ。ルナタンクとか出すくらいだから、イベント期かなんかで出してくれてもええんやで。一応バトーペでは苦労装備で出てたらしいんすけどね。アップ外談義に夢中な中、サイツヨ初期ジムがねっとりさせられてフルモッコされてました。割とどうでもいい。ということでチビッガイのクール開けたんで、早速キンズバズ装備でエンジョイ放火魔プレイ。しかし単独行動するとあっさりこうなる。戦いは数だよ兄貴。しかし個人的に勝利からの4連バズ装備がどうもしっくりこない感あるんすよね。追撃がバズ装備だと遠距離メインになる分、燃やした相手を取り逃がすことも多いですから、やっぱ結局ブンブンしたいっていうのがあるんで、斧装備がいっちゃん使ってて楽しいんよね。修正後は勝利 W が弱体する分格闘が強化されるみてぇなんで、ブンブンチビッガイも悪くないかもな。もし S ガンちゃん燃やしたで斧ブンブンで華麗にフィニッシュチャンス。安定の空振り。まあまあここはバウさんに花持たせてやりましょうや。おだしながら言うセリフじゃないですけどね。こいつの D 式斧は回転切りで、横判定も結構あるんで悪くない印象。ド派手な衝撃波エフェクトが出るものの、衝撃波には判定ないんで注意。あとこいつはブースト容量がかなり低めなんで、D 格するときは結構気を使うかもね。さらにダッシュ格闘当てるとこんな風に敵が大きく吹っ飛ぶんで、追撃には注意。まあ吹っ飛んでる間にブースト回復できるって利点もあるんで、ありっちゃありかな。はい、オーバーヒー。今のはとりあえず敵のババフゾーンから投げるためのオーバーヒーですから、いい方のオーバーヒーですから、オーバーヒーしちゃいけねえ。法律とかないですから、ハイロンバーそんなにオーバーヒーしたくねえんならタンクで持ってろよ、ハイロンバー。霊夢さん話盛り上げるためにちょっといじっただけですから、保身のための逆ギレがすげえな。これ別にオバヒしたら負けとかそういうゲームじゃないんでね。まあオバヒしない方が有利ってのはありますけどね。ブースト管理でストレス溜めるくらいなら自由にやってガンオン楽しめよとは思う。要するにこいつのブースト容量が260コス並みに低いんで、普通に320コスの感覚で乗るといつにも増してオバヒ地獄。タイプ的にはビンゲルの足回りと似てて、容量少ない分ブーチャは高めなんで、適度に歩きを挟みつつ立ち回る必要はあるよね。幸い体はちっこいんで、ちょっとした物陰にすぐ逃げ込めるのはこまめなブースト回復に便利。等もジオン強襲機としては高めな部類なんで、ヤバくなったら無理せず逃げるのが基本。でもブンブンで突っ込みたい。燃焼からの D 角追い打ちもネット格闘に似た感覚で、相性はかなりいいな。おっとクマさん回復あざっす。しかしこれ前線が結構押されてきてんな。深夜帯の異差感だと、最近は連邦がかなり有利なマッチングが多い気がする。ジオンは隊からなかなか抜け出せない現状。おっと補給感出してくれたみたいなんで、ここは潜入モードで回復回復。チビッガイはアクションキーで潜入モードにモードチェンジが可能。サンボルシリーズはどれもモードチェンジが売りな機体でもありますから、潜入モード中は相手のレーダーに引っかかると、その位置と距離がわかるようになり、移動速度も 10% 上昇で、歩行音もしなくなるのが利点。反面ステルス以外の武装が使えなくなり、盾も機能せず、火ダメが 10% アップするデメリットも、ブンブンでいただきだ。この火ダメ 10% アップは回復量もアップするんで、補給時は潜入モードにしとくと若干回復が早くなるらしいぞ。まあ弾薬回復は変わんねえんすけどね。
なんやかんやで残り3分で耐えていたジオン防衛線がついに耐えきれなくなってきたか。あとは北の角が通るのを信じて防衛するくらいだな。おいちょっとジオとかやめてください。サプー修正アップしろよ。今度のアップデで今まで続いてきたジオゲーが終焉を迎えるかも注目されてるかんな。正直あんま変わんねえんじゃねえかって不安の方が大きいですけど。むしろ新武器追加で大幅強化まである。ともかく今はあと2分ワイを守ることに集中や。あ、わしがさっきセッティングしといたピッツァが誰かにお届けされたようです。ふひひさーせん。やり口が演出。さらに勝利ばらまき絆キル量産で、なんやこれ、ポイントが勝手に増えてゆく売買方式。炎上の妨害ポイントも1ポイントながら地味にたまるかんね。勝利弾炎上商法で荒稼ぎしつつ、壁裏へのピザ配達のバイトも忘れないポイントの猛者。これはちびっかいが量産されるのもな得の性能。しかしまたしても大量の爆風で消し済みに、またお前か。前方にも冬アーマーという量産機がありますから。北角も潰され敗北確定な状況でも最後まで諦めない、諦めたくない。ということでラストはやはり元祖アイドルアッがいた、その思い出作りに一突っ込んで無双してくるわ。無理に決まってんだろっつーのでしょうね。ということで終始僅差の負けをそのまま最後まで引きずる、これぞ凡試合のお手本といった展開で、ジオン惜敗ドラマやね。これぞガンオンヒューマンドラマやね。感動やね。適当言ってんじゃねえよ。すいません。 OK、 許す許す。個人成績はサンボルアッガイのおかげで久々の S ランクと。はいえ、今回も負けたか。この後も負け続けて大に逆戻りしておりますんで。ともかくプレイヤーが少ないんで格差マッチが多すぎる。つうことで皆さんお疲れ様です。来週はついに来る大型アップで確信。そしてシンデラックスに早くもニューガンとサザビーが登場。マジかよ、早すぎない。つかこれダブルゼータと同弁の時みてぇな、後からくっそ強いハイニューとナイチンゲール出してくるパターンじゃない。とはいえこの人気期待はみんな食いつくのは分かってますからね。わしも期待性能とかともかく手持ちのただチケぶっ込む予定ですから。まあ380強襲なんで弱くはないと思いますけどね。加えていつものピックアップ更新に1日1回100番ナムコインで引ける課金イベも追加。ピックアップに出る機体はアップで修正で強くなる可能性も大きいですから。聖者ガト追加のアレックスや聖者ファンネル追加のキュベレイがどうなるか。ロワッチさんももっといじってあげて。そして新機体強化に欠かせないマスターメカニックチケットが期間限定でなんと販売されちゃいます。マジかよ、絶対欲しい。そしてデロックスボリューム45をリアルマネーで11連3回引くと割引される例のイベントもあるよ。サンボルアッガイをジャブジャブ課金で手に入れるチャンス手に入るとは言ってない。イベントもログインボーナスにカウンターアタックガシャイベも継続。カウンターガシャは9月6日からプレイ可能なんで、それまでは引き続き1日1戦でチケット確保。そして一斉出撃イベではプレボ機体の EG8 とシャーザクのエクストラ設計図が入手可能。エクストラ設計図はあのマスメカ強化で必ず大成功出る紫のあれね。そしてなんと偶然にも期間限定でマスターメカニックチケッツが11枚2000番ナムコインで買えちゃうらしいです。2回目。しかもいろいろありすぎてわけわかめなんで、ガンオンホームページで自分で確認してよ。最終的にめんどくさくなって投げ出すスタイル。ということで今回はこの辺で。あと来週のメンテは朝9時からなんで注意。あと来週マスチケがリアルマネーで買える。マエルケの話はもうええやろ。